ふんどしは日本の伝統的な下着。形状によって、体状のふんどしと袴状のふんどしに大別される。同様のものは世界各地の民族に見られ、体状のふんどしは南方系民族、袴状のふんどしは北方系民族の被覆の系統に由来するという説がある。ふんどしは現代では下着として認識されているが、本来は ひもごろもの性格を持つ表儀であり、資料などの仕事儀にも用いられた。例えば、愛知県北下良郡では、昭和初期まで、木こりやいかだ流しの人々はふんどし姿であった。平安時代の古実書や古賀によると、住まい人がふんどしを着用するなど、古くは相撲や力仕事の際につけるもので常時、着用するものではなく、時代が下って、次第に、 下着としても着用されるようになった。ふんどしは古くは肌袴やタフサギなどと称された。古事記や日本書紀にはふんどしやふんどしの記述がある。ふんどしの語源には諸説あるが踏み通しであるという説が一般的であり、当時用いられていた袴形式のものが語源になっているとされる。松屋筆記でもふんどしはとうしの儀としている。 各地方で名称が異なり、関西地方では、ふどし、関東地方では、ふんどし、仙台では、内帯、森岡では、小葉釜、日立地方では、てこ、徳島地方では、ててら、高知地方では、ふごめ、長野地方では、もっこと呼ばれる。素材は、室町時代以前は、朝が一般的だったが、江戸時代以降は、木綿のさらし布が多く使用された。他に、 シンモス、スフ、キヌ、アサトウも使用される。着想感は生地の目が粗いものが柔らかく、生地が細かいものは固めの感触となり、下着には目の粗い生地が用いられている方が多い。色は白色が多いが、赤、青などの色生地も使用されている他には柄物などもある。男性用の下着は昭和十年代頃までふんどしが一般的だったとされるが、 洋装化により次第にふんどしを着用する人は減っていった。昭和になるとメリアス製のサルマタやキャラコ製パンツが普及したが、軍隊では越中ふんどしが採用されていたため年配者の中には第二次大戦後もふんどしを使い続ける人も多かったとされる。赤の六尺ふんどし赤の六尺ふんどしふんどしは形状によって体状のふんどしと袴状のふんどしに対別されるが、 歴史的にふんどしとして使用されてきたものは、圧倒的に一枚の帯状のものでできたふんどしである。六尺ふんどし六尺ふんどしは、長さ約180から2 6 0トル程度、幅約3 4トルから1 6トルの、さらしの布を用いた日本人男性用の下着。電部が露出していることに特徴がある。六尺ふんどしは、 江戸初期から常用されてきたふんどしの形式で、大正後期まで使用されることが多かった。現代では主に祭事や水着などで使用されることが多い。詳細は六尺ふんどしを参照。越中ふんどし越中ふんどしは、長さ 100cm 程度、幅 34cm 程度の布の端に紐を付けた下着。一部では、和製英語のクラシックパンツ。 サムライパンツとも呼ばれている。医療用の下着である T 自体も越中フンドシの一種。そぎの時に使われる場合が多いほか、一部の裸祭りでは六尺フンドシに代わって、こちらが使われる場合がある。詳細は越中フンドシを参照。木古フンドシ長さ7 0トル程度、幅3 4トル程度の布の両端に紐を通したもの。 木古ふんどしは、越中ふんどしをさらに簡略化したふんどしで布も、節約することができた。土木工事等で土を運ぶ符号に形状が似ているため、この名がついたと言われる。歌舞伎のお山は、普段から、これを着用。割りふんど六越ふんどしとも呼ばれる。長さ150から160センチメートル幅、30から40センチメートル程度の布を使用し、片一方の布端を、 約55から60センチメートルほど真ん中から切って、切った部分を腰に巻く方式のふんどし。六尺ふんどしと越中ふんどしの中間的なもの。戦国江戸時代にかけて一部の武将や大名に愛用された。なお、平成になってから六越ふんどしが開発された。六尺ふんどしを縦に真ん中まで裂いた形になっている。尻が六尺様に、股、ま、には下がりがつく。 蒸気、割りふんどしと同様の形状のふんどし。ふんどしの中には、力士の回しのように触手に応じた特殊なふんどしがあるが、力士の回しなど特殊な例を除いては触手による違いははっきりしておらず、むしろ時代や地域による違いの方が大きいとされている。回し回しは、日本の国技、相撲や一部の裸祭り、奉納相撲に使われる特殊なふんどし。色、 材質、締め方が他のふんどしとは異なる。詳細は回しを参照。締め込み福岡市博多区で毎年7月に行われる博多祇園山笠や、その他の裸祭りの装束として使われるふんどし。締め方や材質は、博多では回しに近いが、前だれを出す場合が多い。博多以外では5メートルの、さらしを回しと同様に締め込む場合が多い。 いずれの場合も横ふんどしの幅を広くし、後の結び目を回しと同様にする。回し、六尺ふんどし、九尺ふんどし、さらし一端を刺す場合もある。九尺ふんどし長崎県運善市の伝統芸能、鳥刺し踊りに使われるふんどし。股間を通した布を胸まで引き上げて締める独特の形をしている。本来は、漁師が着用したふんどしで、 回しと同様に着用。六尺ふんどしの利用戦前までは、日本人男性の水着は、ふんどしが一般的で、ほとんどが六尺ふんどしであった。六尺ふんどし水着としての六尺ふんどしも参照。黒猫ふんどし戦前の水泳の授業などで使われた、子供用の水ふんどし。広島県、長崎県では、金釣り、三角兵士と呼ばれる。木工ふんどしの一種で、 ティーバックになる。大人はサポーターとして用いる場合が多い。昭和初期頃より登場し、簡易ふんどしと呼ばれる。記事は黒色の朝が用いられていた。名称の由来や出現は不明であるが、黒猫の名称は記事の黒色に由来している。国民みなが叫ばれ水泳が学校の教科として取り上げられたことで、幼児、小学生用の水着として全国に普及し、 昭和30年代頃まで各地で参見されていた。赤ふんどし等の利用潜水漁業ではかつては、サメの害を避けるために赤いふんどしをつけたり、六尺ふんどしの橋を伸ばして、漁を行う風習も見られた。西寺石川県ヘグラ島の雨が身につけていたふんどし。非常に布面積の小さい越中ふんどしの一種で、現在のティーバッグに近い形状。前だれ。 前袋に当たる部分は三角形の差し子で、残りはロープ状。横ふんどしを巻きつけた後、前だれの部分を外から横ふんどしに巻きつける。下がり歌舞伎や時代劇の衣装として作られた、最初から見せることを目的に作られた特殊なふんどし。歌舞伎ではまたぎ、素人歌舞伎では金格子と呼ばれる。越中に似ているが、前だれと股間の布が別々になっている。 前だれは、武士役は、白の方形の二重やちりめん。粋な、江戸の色男役では、赤の方形の二重やちりメン、町人役は、白の三角形の晒しとなる。荒ごとやシュスやつ、と、有毛な男性の役では、だて下がりと呼ばれる化粧回しに似た豪華で、重厚な下がりになる。肉襦袢、または、下着のふんどしの上に着用。また着用する役者。 俳優によって二重に仕立てた下がりの下の部分の左右に鉛の重りを入れてきれいに垂れ下がるように見せたり形も少し丸みができるように噴霊状の形にしたりとまた終わった時いかに下がりがきれいに見えるかという様々な工夫が見られる時代劇のふんどしも参照半タコ半タコはふんどしではないがここで取り上げておく日本版トランクスサルマタ 捨ててこ、決又とも、明治以降に一般化した。時代劇や素人歌舞伎で使われる場合が多いが、時代交渉上は誤りとされる。裸祭りで多用される。祭りによっては、みこしの担ぎ手にふんどしを禁止し、半タコ着用を指示する場合もある。時代劇のふんどしかつて無性映画と言われた頃の、時代劇映画では、ふんどしおろに見せての剣劇が盛んだった。 当時の人気スター、市川百之助による、意識的にふんどしを見せるサービスに、女性ファンは大喜びし、ふんどしももちゃんと呼ばれた。同様の立ち回りは、若い頃の市川歌えもんや、片岡千里、坂東つ妻さぶら、角光三郎なども行った。特に、市川歌えもんの、清魂の大剣劇シーンのふんどしよろにしての、剣劇や、番妻の、 血統高田の馬場の尻ハ処理のふんどし、テレビ映画では森の石松で中村勘九郎がふんどしを見せての剣撃がある。日本の一部の地方では通過儀礼として一定年齢に達すると成人を迎えた証として初めてふんどしを占めるふんどし宿といわれる私的祭事がある。ふんどしは陰部を覆うことから性的機能を持ったものの象徴として扱われ歌舞伎の演技の中で 着物の裾をはっしょり、見栄を切る場面などは、陰部や伝部を見せて、ふんどしを占めていることを表すことで、自分は成人したものであるとの証を象徴したものである。昔から、ふんどしは成人の下着として位置づけられており、一定年齢に満たない幼児や子供が、下着として、ふんどしを使用することはなかった。幼児や子供は、金太郎のような腹掛けが、一般的だった。ただし、 福岡県では役よけで7歳で、男児はエコカき、女児は湯文字カきという成人仕様の下着を初めて身につける地区がある。時代が様相化に向かったことで子供はパッチを使用するようになったが、第二次世界大戦前までは成人してからはふんどしに変えるのが一般的だった。近代に入り、明治政府が長平令を制定し、 国民開閉が義務付けられ、徴兵検査を受けることが成人男子の証として社会的に認知されるようになった。この徴兵検査の際に白い越中フンドの着用が主導されることで疑似的なフンド宿に相当するようになった。軍隊に入隊すると白い越中フンドが支給され使用を強制したことで当時の日本人成人男子は 通過儀礼として誰もがふんどしを占めなければならない環境下に置かれた。女性とふんどしは縁がないと勘違いされることが未だにあるが、決してそうではない。古くは日本初期にも女性がふんどしを着用した記述を確認することができ、一部では腰巻きも含めた下巻きの総称として、ふんどしという言葉が使われていた。女性用のふんどしは、 前だれの有無に特徴がある。世界的に前だれがあるふんどしが男性用であり、前だれがないもっこふんどしなどが女性用として、精査を示す形が前だれの有無であると言われている。歌舞伎役者のお山がもっこふんどしを着用しているのも、この理由によるものとされる。タンポンやナプキンなどの生理用品が普及する以前は、越中ふんどしやもっこふんどしが、 お馬と呼ばれ生理体の一つとして長い間、使用されてきたという歴史もあるが、当時は、生理中の女性を汚れた者として忌み嫌う風習があったことから、大っぴらに語られることが少なかった。また、江戸時代から戦後にかけては、見せ物としての女相撲工業が盛んに行われており、大衆演劇の世界では断層した女役者が、着物をはしょり、内股におしろいを塗って、 ふんどしを見せながら、剣劇を演じて、客の喝采を浴びたという。祭事のように一部の雨が身につけるふんどしも存在する。1980年代後半、当時の人気アイドルであった、武田久美子や宮沢理恵が、グラビアや写真集でふんどしを締め、伝部を露出した姿を披露したことが話題となった。ハイレグ水着やティーバックが一般にも浸透し、グラビアでも、 多く見かけるようになっていたが、当時はまだ男性のものという認識が強かったため、女性が硬派な印象のふんどしを締め込んだ姿を、公にしたことは、衝撃的であった。近年では、マシド・イクエが TV 取材に対して、手製のふんどしを愛用していると発言し、木口綾、断密、西安からが、日本ふんどし協会から、ベストふんどしストを受賞している。 近年では女性を対象にした越中フンド氏やモッコフンド氏が市場において一定の売り上げを保っている。ショーツとは異なりゴムで素形部のリンパ節を圧迫することがなく、通気性が良く、蒸れないため美容や健康に留意する女性に好評である。メーカー側も肌触りの良い素材や色合い、可愛らしい模様などをプリントした商品開発に余念がない。また、 ふんどしという呼び方に抵抗を感じる女性に配慮して、パンドルショーツ、7分といった名称で呼ばれている。パンドルとはフランス語で、垂れるという意味。段記録の作品等に代表されるように、SM における周知プレイで女性にふんどしを締める行為は、古くから行われている。中でも6尺ふんどしはきつく締め上げることで、圧迫による性的快感があり、 断層した時のような盗作したエロティシズムを醸し出す。この羞恥心と快感が女性のナルシシズムと陶水感に結びつき、マゾヒズムを刺激するという。区の市人法町影の月、真田区の市人法伝霞といった時代劇 V シネマでも女優が着物の下にふんどしを占めているのが確認できる。古典落語では、ふんどしを占めていた。 時代なのでふんどしに関連した話題にはこと書か,かないが、錦のけさ、川津茶番などが挙げられる。江戸庶民の暮らしを生き生きと描写した川柳にもふんどしはよく登場する。代表的なものをいくつか例に挙げると、などがある。ふんどしを下着として常用している、主なキャラクターとしてはなどが挙げられる。また、博多を舞台にした、青春劇が、博多っ子順では、 博多祇園山笠が重要なイベントとして描かれている。六尺ふんどし、匠のふんどし、ふんどし刑事剣ちゃんと、ちゃこちゃん、赤ふんどし鈴之助、ご存知。ふんどしずきん、といったタイトルに使用している作品もある。ありがとうございます。